BRMP138 は、ブリティッシュレーシングモータースが1968年、及び1969年の F1、世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。レンテリーが設計し、3.0リッターの自社製、V12 エンジンを搭載した。P138 は1968年シーズンの2戦に投入されたが、いずれのレースもエンジントラブルで、リタイアとなった。 第9戦では、ペドロ・ロドリゲスがドライブし、第11戦では、ボビー・アンサーがドライブした。BRM は28ポイントを獲得し、コンストラクターズランキング5位でシーズンを終えたが、すべてのポイントが、P126 とと p 133によるものであった。開幕戦南アフリカグランプリでは、ジョン・サーティースとジャッキー・オリバーが起用された。サーティースは、 P138 をドライブし、オリバーは P133 をドライブした。サーティースはエンジントラブルでリタイアした。第2戦のスペイングランプリでサーティースは5位に入賞した。モナコグランプリでサーティースはギアボックスのトラブルが生じ、ジャック・ブラバムが追突してリタイアとなった。オランダグランプリでは9位で完走する。BRM は続く。フランスグランプリを チーム再建のため欠場し、イギリスグランプリには P139 を投入した。しかしながら、ドイツグランプリでは再び P138 が投入された。ジャッキー・オリバーはオイル漏れのためリタイアした。イタリアグランプリではオリバーが2代目の P139 をドライブしたため、P138 は使用されなかった。カナダグランプリでは、カナダ人ドライバーのビル・ブラックが、 P138 をドライブ、10周遅れのため、期間層扱いとなった。アメリカグランプリからブラックに変わって、ジョージ・イートンが起用されたが、アメリカではエンジントラブルでリタイア、最終戦メキシコグランプリではギアボックストラブルでリタイアとなった。BRM は7ポイントを獲得し、コンストラクターズランキング5位でシーズンを終えたが、ポイントを獲得したのは P133 と、 B139 であった。1ポイントは BRMP126 と BRMP133 による。2ポイントは BRMP133 と BRMP139 による。ありがとうございます。